方向です。とりあえずフェリー乗り場もいじる。いやー本当だ。なんか緊張してきた。目的地に到着しました。なんか緊張じゃない。ドキドキしてきた。北海道の旅に乾杯。本日は新日本フライトより座禅会でご乗車いただき誠にありがとうございます。本線方向会のさあ感動の瞬間で終わる。北海道、初北海道、小樽湖。あ、またバイク出とらんね。なんでバイク最後だったかな。バイクはどうやろ。バイク最後なんか、ほら、こんめし、シャコダンだったら。うわー、ひどい。ガリ行くの。記念館。石原裕次郎記念館。書いてあるね。帰り寄ってみる。で、ここやっぱ西部警察のなんか乗り物見てやる。準備だからバイク置いちゃう。あー、ここから歩いてくんな、あんまこれ。守るとき歩いてもここ取っとるわ。
到着しました。ルートガイドを終了します。マシケフルーツワンネル、これだ。10時になりました。10時だよ。10時、なんか食べる？ちょっと言ってみる。休憩、眠たいの？疲れた、走りっぱなしだもんね。力持ち力持ち、はい、力持ち神社で、神社、ああ、ここにあんまや、神社ちゃんと。どこに神社だ。ああ、ここじゃ、これじゃない、あっちが本物や。あっちだ。はいはいはい。ちょっと見ていくか、せっかく来たもんの。雨上がったし。うん。展望台になっとんがの。
し寝とる。ほら。のんきに寝とるわ。すごい光景だね。すごいの。どうか。そこ寄せれるわ。すごないか。駐車で行きたいわ、今度。車で大変じゃないの？移動大変じゃないの？移動大変だけどさ。シェルターとかもう映ってないじゃん、大学の時のやつ覚えてないじゃん、こういうの。ちょおよそ300メートル先、目的地付近です。ちょっとあれだけどな、やったっけ、おぜえか、おぜえってほんまやから鼻生えやんか、クセやねんけど、これがもうちょっと先は綺麗やな。ってんでどこやの、山じゃどこにあんまい。
こや。水族館。日の入りは7時26分です。だって。稚内ドームやったっけ。ああ、なるほどね。防波堤ドーム。うん、そう。自由に使えるよと。これね。まもなく目的地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。こんなところに見なくなった行き止まり。そうなんだ。これなんだね。その先左方向です。波泣きそうね。この人はどこで宿一回ここでか。もうちょっとあっちか。真っ白。ああ牛だ。ウッシーウッシーすごいなこいつは。真っ黒や。巻きあ、キツネキツネ。ちょっと、取れ。こっち向いてる。取れた。あ、こっちにも牛いっぱいおんねんこれ。なあ。牛。無理や。こっちにたくさんおんねん。あっちにもおんねんいっぱいおんねんこれ。見て見て。まもなく目的地付近です。ここ最北端。でそこで食べたそこ の海鮮丼曲がって。あ、このシールだ。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。
暑いよ。はあ、寒い。ここで食べるわ。なんだ、キャンプ場で食べるわ。寒いね。ちょっと音。それ終わったら。スタンドで。この先一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。最北端九里。日本最北端。この付近一般道交番があります。でもおっちゃん、おっちゃん出てきた。おい、あら、ほんとだ。見た。あんなとこまで降りてきてるぜ。パーキング。キャンプ場って全部繋がったの？おっ、ゴルフ場やな。なんか面白い変わった建物。やっぱりキャンピングカー。後ろです。日帰り風呂は宿泊のところで入れるわ。だとほら、みんなガードしてスクバ。ここけ風呂。ムーマンス憩いの湯。神戸。そこか。熊本湯。湯、あ、これだわ。これ誰もキャンプしようね。炊飯ピ納車のハイエース納車。納車と北海道初。私初で北海道。ダッサイスパークル。ジョニースパークリン飲ませやんか。俺はジョニースパークリン飲めるの特別に。ちびマネで、はい。はい、ジョン。はい、あとハイエースもね。はい。はい、乾杯。いや、これあんた、ここに置いてもう理由はちょうどやん、ほら。これラグだ。探さないといかないよ。いろんなのこと、いろんな用途に使える。これ理由はバンバンだ、俺。タケル君。
はい、オッケーでした。思ってたんだけど、あ、オカルト最高やん。